純粋に嬉しいです。有名な方ばっかり、強かったんですけど、まあ、最後悔しい負け方したんで、韓国大会でも、リベンジしたいと思います。まあゲームに集中、してたんで緊張はなかったです。もう今日のリベンジを頑張りたいと思います。いやもう全員ですね、全員ですけど、なんとかラマさんにはリベンジしたいと、そればっかりですよ。